感染者の個人情報が大量流出、愛知。本日、愛知県がホームページに誤って COVID-19 の感染者およそ500人分の個人情報を掲載したことが明らかになりました。こちら、午前9時半から45分間にわたって掲載され、その後、正午まで 閲覧が可能な状態にありこれまで700回のアクセスがあったことが確認されております本来愛知県は感染者の情報を公開する際にはこのように氏名などを削除した形で公表しておりますが本日は患者の氏名、入院先の医療機関、入院日、転院先の医療機関、転院日 退院日、発生が届けられた保健所、クラスターの名称及び分類が掲載されていた模様です。現在、国内においては、こういった感染者の個人情報については、個人が特定できない形で公表されておりますけれども、このように自治体が、 個人情報を流出させてしまいますと、そういった対策も全く意味がなくなってしまいますので、愛知県だけではなく、全国の自治体には、こういった感染者の情報を公開する際には、ぜひとも二重三重のチェックを行っていただき、二度とこのような問題を起こさないように対策を 講じていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました